皆さんこんにちは、竹田しこる神田です。清水です。今回はみんなの志望校ランキングよー。みんなというのはサンプルの母数はどこなんですかね。みんなっていうのはこの竹田しこチャンネルを見てくれてる君です。君たちの志望校のランキングをコメント欄で測っちゃおうという企画ですね。計チャンネルの母数にとった場合ということですね、うん、YouTube のアナリティクスとかで志望校別にこれが多いですよとか分かればいいんですけどね、うん、我々もマーチが 95% か、じゃあマーチの話ほぼしようみたいなことできたりするんですけど、うん、それがなかなかできない。分かんないね。できればね、今回もみんなの志望僕はここです。ドン。こんな感じで、ね、出せたらいいんですけど出ないわけですね。どうしようかって考えた時にコメント欄で直接募集しちゃおうと。今ねこの動画見ながら自分の志望校はここだっていうねコメント欄にねどんどん1人1個目1票で書いてほしいわけですね。早稲田志望なんですってなっただけ。早稲田ってもう誰か書いてるからそれいいねってやってくれてもいいんですけど、うん、カウントしにくいなと思ったんで、はいはい、1人1個目で1個目につき1票というカウントで出せたらなと思ってます。複数の Google アカウントを使って、うん、東京学芸大学10個ぐらいボーンって書いておくとかダメでしょうか。いや別にいいんだけどさ、僕ないからね。不正票使ってさ順位伸ばしたとか、はい、あんま関係ないから、この大学の対策をもっと喋れっていうメッセージ性を持ってね。そんな強い気持ちあるなら別にマジョリティを装っていくみたいな。なるほどね。できればやめてほしいけどね。1人1個目でお願いします。ランキング見ればさ、この大学志望を見てくれてる子多いんだなとか、うん、あとは今志望校悩んでるって子が今の時期みんなこういう大学目指しているんだっていうのが分かるようになるわけですね、うん、それをねぜひできたらと思います。あらかじめ予想をしておいたら面白いかなと思って、はい、競馬じゃないですけどランキング予想して当てるのやってみましょうよ、はい、第3位からいきましょう。みんなも一緒に予想しながらね見てくれたら。これはちょっと大学単位ですか、大学群はなしですか。群はなしだな。群はなし。大学ピンポイントで狙い。第3位から行ってみましょうか、はい、第3位はジャン大学。ジャンって言っちゃった。ジャン大学じゃないから、ちょっと待って。ジャン大学じゃなくて、はい、自分は慶応でした。第3位なんで清華大学。ちゃんと予想すると、うん、ちゃんと予想してください。僕求めてないんで。明治大学。あ、明治大学ね。明治大学はね実は自分もちょっと予想に入れてるんですけど、受験者数も多いですから。ってことは2位か1位に入ってるってことですね、うん、そうそう、先出されちゃったらみたいな感じなんですけど、個人的にはやっぱねこの時期ってボリューム層ってなってくると私立が多くなってくるなと。私立になってくる中でもこの時期ね、早慶志望が多いかなというところで、とはいえね慶応はね早稲田と比べた時そんな多いかっていうとそこまでではないと。明治を超えるほどかっていうとそうじゃないかなと思って3位にねランクインさせてみました。僕も早慶志望多いかなと思って、うん、マーチって大学群で答えられたらよかったんですけど、うん、いやそれそうだ、マーチって出したら基本勝てるみたいな感じなんですよ。マーチって言ってその中で母数多そうなの M かなみたいな感じで明治大学でした、はい、続いて第2位ドゥルルルルル慶応。全部間違えた。川野先生のドラムロールが分かりにくいのよ。ドラムロール下手。第2位ドゥルドン、明治大学。これはねもうさっき話した通りですよ。ここ明治来るだろうなと、まあ、同じような理由ですね、うん、マーチでやっぱり一番明治が来るかなっていう想像です、うん、今なんて言いました。神戸大学です。神戸大学ね、はい、国内の大学にしてみたんですけど、うん、今回は神戸もねやっぱ関西で人気高いですし、片先生もかなりね神戸大学おすすめって言ってるんで、トップ10ぐらいでは考えたんですよ。人数のボリュームで言ったらどうかな。チャンネルのユーザーってことを考えてみたんですよ、うん、奈良高校とか桜蔭開成筑駒麻布とか、うんうん、そのトップ層がたくさん見てる気はしない。見てくれてないんだ。トップ層はね、青チャートは危険だからやめてっていう話刺さらなさそうじゃないですか。なるほどね。青チャート簡単そうじゃないですか、その層は。東大京大とか医学部医学科志望のトップ層はいるとは思うんですけど、うん、あんま多くはないかな。どちらかというと、うん、宮廷大ワンチャン行きたいか、宮廷じゃなくてもいいんだけど、うん、大学生活動への憧れも持ちつつ、うん、首都圏でキラキラしてそうな大学、うん、目指せそう、うん、神戸大学から。ちなみに横国と迷いました。これ全然関係ないんだけどさ、はい、武田塾チャンネルもね川田先生を筆頭に東大理系の石橋先生とか伊藤先生とかね、国公立の理系もねルート作りもものすごい気合入ってやってるので、どんなトップのね高校の子でも苦手な科目とかねもっと伸ばしたいっていう科目はぜひね参考にしてもらえると嬉しいなと思います。本当ですよ、あれが私文専門塾じゃん、うん、明治大学志望で明治文系志望は置いてますけど、うん、明治理系志望は現時点では少ないかなっていうところです、うん、あんま足せないかなと思うんですよ、うん、明治理系に進学しそうな人はどちらかというと地方国公立くらいの理系志望の人が併願で組むパターンのが多いかなと思って、うんうん、神戸大学あれば理系国公立の人も武田塾チャンネル見てるから、分離問わず神戸大学目指してる人は見てそうだな、うん、みたいな。その説ありそうですね、はい、神戸大学医学部医学科の人はどうでしょうね、うん、伊藤先生とかの東大生らしい理系の専門的な話とかは結構見てくれてるのかな、うん、どうでしょうっていうふうに思います。このトップ3に京大入れようかちょっと悩んだんですよね。なんでかっていうと高田先生が京大じゃないですか、はい、京大志望の子で結構ね集まってくるんですよね。自分の観測範囲内では京大志望の子結構多くて、全国で見てる子ってなった時に数で言うと入ってこないかなと思ってね、今回は入れてないですね。東大京大一つ一言は目指す人も少ないですからね、うん、どちらかというとね、うんはい、ボリューム層っていうことは進学校の人だけがじゃなくて、うん、そこなら僕も目指せそうの大学が多いと思うんですよ、うんうん、っていうのがこの辺りになってくるのかなみたいな気がしますね、はい、多分ね一緒なんだよな。嫌な予
予感しかしないのよ。面白くない。全然面白くない。ちょっとそこ考えてよ、流れ。僕一回目ボケたんで、カンさん次ボケてもらって。みんな一生懸命一緒に予想してくれてると思うから、はいはい、やらせなしで普通に行きましょうか。では、予想第1位は、ドゥルルルドン、早稲田大学。いや、そうな。面白くない。面白くないな、これ。って言ったはずに言ってたら恥ずかしいですけどね。そうそう意外と理科大めっちゃ多いじゃん。そうそうそう。大体この時期の受験相談とか見てても、早稲田志望は本当に多いですからね。そうそう。直前期とかで、マーチカンカン同率志望とかが多かったりすると思うんですけど、この時期は総計を目指せる時期でもあるじゃないですか。今全然ゼロですってことは目指しやすいとは言えにくいですけど、目指せなくはないってことを考えると、高いとこ目指しといた方がマーチクルにも行けちゃったりするんじゃないのみたいに、あわよくばみたいな人が多い時期かなと思うんで、今取ったらそうじゃないのみたいな。今見てくれてる新高3の子、受験生にね、知ってもらいたいんだけど、春ってみんなね、志望校高いの。毎年の傾向で何十年も多分前から言われてることなんだけど、そうそう、今回のランキングは大学に絞っちゃってるんであれですけど、大学群で言ったら国公立も多分高いとこ多いんですよ。9点とか多いんじゃないかなと思いますけどね。9点でくくったらね、これなんでかというと、春ってまだね1年近くあるでしょってなって、はい、みんなね結構楽観的な子が多いんですよね。難関大だろうとこっからね頑張っていけばいけるでしょって淡い期待を抱いちゃって楽観視してる子が多い時期なんですね。急にちょっと警鐘鳴らしたいんですけど、春だからといって高い目標を掲げるのは素晴らしいことなんだけど、楽観的でなんとなく適当に今勉強しちゃってるのはね、絶対にやめないといけなくて、本当に今ね名前出たような難関大学とか、それ以外の難関大学本気で目指すんであれば、今本気になんないともうね手遅れになっちゃうから、今この動画を見てくれてる君は今すぐ本気になって、君の今のその志望校を目指してほしいです。一応被っちゃって面白くないんで、サドンデス的な感じで、サドンデス学部まで当てましょうか。早稲田の子はね、はい、早稲田の子は学部まで書いてください、お手数なんですが。そうそう、早稲田が1位予想ってことは、早稲田のコメント数多くなると予想されるわけじゃないですか、うんうん、はい、ってことは学部まで書いてもらえばそこもランキングできるんじゃないかなみたいな、うん、どういう学部目指してる人が多いかも気になるんでね、はい、どうだと思います。マジで難しいな。あそこも制度できますか。じゃあ行きましょうか。ちょっと待ってね。じゃあ早稲田大学の学部、ドゥルルルルドン、文化構想学部。なんで文化構想ですか。社学法学部確かに人気なんだけど、むずいじゃないですか、うん、文工くらいが、うん、割に難しいんですけど、文工もね、うん、ぐらいがっていうほどのないですよね、うん、めっちゃむずいからね、うん、文工じゃないかな。早稲田目指す子ってね、うん、何やりたいかはっきりしてない子が多かったりすると思ってて、うん、僕の中でだから社学と文工が人気だと思ってるんですよ、うん、広くね勉強できるところじゃないですか、うん、社学も迷いました、うん、文工じゃないかな、うん、文化構想したいんじゃないのみんな、うん、文化構想って言ってもちょっとよくわかんない。あとねちょっと小も迷ったんですよね、うん、教育とか人科も絶対併願に入れるけど、うんうんうん、第一で残ってるたら、うん、文工じゃないんだ。受けるってなってくると教育とか絶対増えてくるなと思うんですけど、はいはい、第一志望で入ってくるってなると社学とか学ぶ学問の範囲が広いから、悩んでる子どんどん目指しやすいっていうのはね最近あるんじゃないかなと思ってますね。社会科学ってね広いんで、高校生とかあんま馴染みない言葉だと思うんですけど、うん、法学とか小学とか経営学、うん、経済学、うん、社会学とか、うん、みたいな感じで社会系の科学っていう意味なんでちょっと広いんですよね。人文科学、社会科学、自然科学みたいな分類の中のここ社会学だから、うん、広めっていうのが魅力だったりはしますし、はい、それがいろんなこと勉強したくてってなる人気の理由にはなります。ということで第1位はね、学部まで予想するというね予想外の展開になっちゃったんですが、はい、他の大学の人もね、うん、ぜひ学部まで書いてもらった方がそうなんだっていう風にね、うん、理系か文系かでもね特に国公立とか違いますしね、うんうん、基本的には大学でカウントできればと思うんですが、余裕のある子はねぜひ学部まで書いてもらえたらより面白いかなと思います。何学部ぐらいは余裕あってんですかこの動画には続きがあります。次がいつになるかわからないんだけど、みんなのねコメントがある程度ね揃ったかなと思う段階で一回カウントを取ってランキングをつけて、できればねランキングトップ10ぐらいかな、またね動画を出せればと思っています。じゃあ我々も人気の大学に受かるために必要な情報を今後さらに今年は出していけばいいと、はい、いうことですね。ランキング入りした大学にはねより力を入れてね今後ね対策の動画とか出せたらいいなと思っています、はい、ランキング下位の大学もどこかでしっかり触れますんで、ランキング関わらず見てくれてるみんなの役に立てるような動画を出していけたらと思うので、ぜひチャンネル登録をしてお見逃しのないように。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか。受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。余談なんですけど、はい、早計志望のが多いっすよ。学芸大学志望は人数で言ったら多分多くないんですけど、あそう意外といる、意外といるね、意外といる、うんうん、それは分かる各校舎に一人ずつぐらいいて、うん、集めていったら結構な人数になるみたいな清水さんがね学芸だから学芸の子は目に留まりやすいっていうのはねありそうですけどね。まあまあまあ学芸大の話そんなしてないですよね、うん、大学でね昔知ってたことがあるんですよ、うん、この辺の動画とかちょっとあの古いやつなんですけど、いろいろコメントついてて見てるのは見てるんだなみたいな、うん、学芸だけ調べたらねそれからしか出てこないでしょ、うん、多分学校の先生が学芸出身の人多いからあ学芸おすすめしがち。そうそう、あ、ひらめきました、うん、何学部志望ランキングをつけません。それもね別の動画でじゃできたら面白いかもしれないです。目指す人減ってるんでね悲しいっすよ。私も懸命教育になってないですけど、うん、今回のランキングでね予想外の大学入ったら我々も新たな学びということで
そうですね、細かすぎてさすがにみたいなところもなくはないかもしれないけど、その場合は受験相談とか行けばね、細かく大学ごとに教えてくれるんで、それもありかなと。